至高のオフィスチェアを見つけちゃった。いや、花尾美咲美沙です。ということで今日はですね、これから発売される大注目のオフィスチェアを紹介していこうと思います。今回紹介するのはこちら、ニュートラルから新しく出るマジックというオフィスチェアになります。後ろから見るとこんな感じ。基本的にはまあグレーなんだけど、ちょっとね色が違ったような、ちょっとベージュっぽい感じのグレーなのかな。で、差し色でね、オレンジが真ん中の部分とこの上の部分に入ってます。で、下側の足の部分はシルバーになってます。これ組み立てて今何日間か使ってるんですけど、これがほんまにすごいの。今まで使ってきたゲーミングチェアだったりオフィスチェアにはねないようなところまで、もうすごいねこだわり抜かれてるなっていう風に感じたオフィスチェアになります。なのでそのあたりっていうのも、まあ、詳しくね紹介していこうと思います。それではまず座り心地なんですけど、座り心地めちゃくちゃいいです。背もたれの部分っていうのはメッシュ素材になってるんですけど、このね座るこの座面の部分っていうのがクッションの素材になっています。で、このクッションっていうのもお尻の部分はこのクッションが硬くて、で、この足の部分手前の方はすごい柔らかいんですよね。で、外側とかもちょっとね固め、お尻の部分がちょっと柔らかすぎると腰が痛くなったりだとか良くないっていうじゃないですか。でもこれはね場所によって柔らかさが違うから、長時間座っても疲れにくいし、座り心地っていうのがすっごいいいんですよね。背もたれの部分がメッシュになってるって言ったと思うんだけど、まあ、ここ通気性も良くてメッシュなんだけど、そこまでねなんか柔らかくないような感じ、ちょっとしっかりしたようなね感じのメッシュになってます。で、背もたれ部分が角度こんな感じになってまして、このね腰の位置っていうのをこれでね調節することができます。この調節できるねこのね可動域っていうのは少しね短くはなってるんだけど、ちょっと気持ちかなっていう感じ、そこまでこう反るような感じにはなってないです。私がゲーミングチェアを選ばない理由っていうのが、このねクッションがねここにポンって置かれてるやつがあるじゃないですか。ああいうのはねちょっと腰の位置が合わなくなっちゃうんですよね。なんだけどやっぱりこういうオフィスチェアはここでねこの腰の位置を調節することができるので、いい姿勢っていうのも保たれる。だからね私はねオフィスチェアっていうのが好きなんですよね。まあ、最近は、まあ、ゲーミングチェアとかでも腰の位置調節できるやつが出てたりとかもするけど、まだまだ少ないんで、やっぱり姿勢とかって大事じゃん。で、ちょっと一つね聞きたいんやけど、みんながこうゲーミングチェアとかオフィスチェアで大事にしてることって何ですか？やっぱり座り心地ってやっぱり大事だと思うんだけど、その他にねこだわりポイント、こういうオフィスチェア、ゲーミングチェアがいいなって思うポイント皆さんあると思います。そんな私はですね、座り心地がいい、姿勢が良くなるオフィスチェア、それが一番大事。私は YouTube をやって編集もね自分でやってるんですけど、もう何十時間もね座りっぱなしで、私あんまり大きい声では言えないんだけど足癖が悪いの。ゲームとか編集やってる時にこういう風に膝を立てたりだとか、あぐらをかいちゃったりだとか、ちょっとね足癖が本当に悪いで、悪いし、しかもなおかつ猫背で、そしてもうこういう状態で編集したりしてるの。はい、この座面がね広すぎるとねこう調子に乗ってこうやっちゃうんですよね。だから腰が伸びてもこう体が歪んでしまうっていう悩みがあります。それをどうにかしようと思ったら、強制的に姿勢が綺麗になるようなオフィスチェアじゃないとダメなんですよ。でもそれを強制してくれるのがこのオフィスチェア、もうマジですごいなって思って、これ天才的だなって思ったんですけど、普通のオフィスチェアってこの座面が前に出たり後ろに引っ込んだりするんですけど、その可動域っていうのがねすごいね短いんですよ。でもこのオフィスチェアはなんと座面じゃなくてこの背中の部分、ここがね動くので、今からそれをねお見せしたいんですけど、この背中がねどこまで動くのかっていうところに注目して見ていただきたいと思います。
で今ね一番深い位置ですね、深い位置にこの背中の部分があります。ここの背面の後ろ側にここにノブみたいなが出てまして、ここをくるっと回します。くるっと回せばこんな感じでロックが解除されます。好きな位置で止めることができるんですけど、どれぐらいまで前になるのかっていうのを見ていきたいと思います。いきます。じゃん、まだ行く、まだ行きます。よいしょ、はい、こんな感じ。わかる？さっきねここの端から出てたかと思うんですけど、だいぶグッとね前に出てくれます。ここまでね前にね来てくれて、でここの座面のこの幅っていうのもすごい短くなります。短くなるからわかるかな、さっきよりもこう背中がぴったりくっついてて姿勢がねすごいいい状態になってて、しかもこの座面がねこうすごい浅くなってるから、私がいつもやってるようなこう足を立てるっていうこともできないし、姿勢的に姿勢が良くなって仕事モードにしてくれる、そんなね私にぴったりなオフィスチェアになります。で、まあ、背中とか、まあ、すごいね合ってくれてるって話したんですけど、なんとねこのここのね頭の部分、ここのヘッドレストもすごいね動くんです。ヘッドレストは上下にねこんな感じで角度を変えることができます。高さっていうのも変えれるんですけど、結構上の高さまで設定することができます。でまあここまではこう角度を変えたり高さをこう調節できるのって、まあ、普通のオフィスチェアでもあるじゃないですか。でも他のオフィスチェアと違うところがもう一個あって、後ろの上の部分にノブがあるんですよ。ここのノブを引っ張ると、はい、こんな感じで前に、わかる？前に出すことができます。前に出すことできるし、もう途中で止めたりだとか、他のオフィスチェアよりもヘッドレストの位置っていうのが自由自在に動かせる。この首の部分から背中の部分まですごいねフィットしてるかと思います。めちゃめちゃフィットしてるでしょ、やばくない？普通はこのね奥行きっていうのはなかなか変えれるやつがねあんまりないと思うんですよね。こんなにね首までフィットしているオフィスチェア初めてです。そしてもう一つ、ここでちょっと疑問になられてる方も多いかなって思うんやけど、なんでね女の子なのにそんなオフィスチェアぴったりフィットしてるのって思うじゃないですか。男が座ったらじゃあちっちゃいんじゃないのって思うじゃん。このオフィスチェアなんと組み立てる時に使う人の身長の高さに合わせて組み立てることができるの。これもちょっと嬉しいポイントじゃない？私160センチなんですけど、ちゃんと足もね地にちゃんとつきます。無理してません、ちゃんとつきます。身長が大きい人はこんな感じで、高さをね調節することができます。で私でもね足つくぐらいかな、一番高くしても。この背中の部分を高さ上げることができるので、身長の大きい方でも全然使えるオフィスチェアになります。そして続いてここのアームレストの部分なんだけど、このアームレストも超いいなっていう風に思いました。 3D 構造になってて、幅を狭くしたり幅を広げたり、こう前にも動くし後ろにも動いてくれる、斜めに回転したりっていうことができるんですけど、そのあたり調節できるオフィスチェアって結構あるんですよ。私が一番何がいいなっていう風に思ったかっていうと、このアームレスト自体がこの腕の形になっているっていうポイント、これね今までに意外となかった。普通に平らだったりちょっと丸まってたりっていうアームレストが多かったんですけど、地味にへこんでるのがもう超最高なの。リクライニングした時もねめちゃくちゃフィットするんだよね。腰も首もこの腕までを全てをフィットしてくれる、そんなねオフィスチェアで、もちろんこのアームレストの部分は少しね柔らかいような感じの素材になってます。そして続いてゲーミングチェアもオフィスチェアもこれがあったら全然違うよっていうものがフットレストになります。
で、このオフィスチェア、なんとフットレストまでついてます。この下側の方にね、あるんやけど、これを引っ張り出すとこんな感じで出すことができて、そこからこれをね、パタッと前に出すことができます。もうフットレストあるだけで全然違うの。足ってあんまり負担かからなそうに思うんだけど、座るのって意外と足に負担がかかるんですよ。あんまり使わんっていう風にね、思う人もいるかもしれんけど、意外とあると便利よこれ。私はね、こう足を伸ばすだけに使ってるんじゃなくて、こうね、ちょっとね、縮めるんですよ。縮めるとこんな感じで、あの足置き場になります。ゲームをしたりするときにこんな感じであぐらをかけます。こうね、足を上げるときもね、こう一段ちょっと下になってることによってすごい落ち着く。わかる？この姿勢、この姿勢ができるのはこのフットレストがついてるおかげなんですよね。もう足伸ばすよりいいかもしれんっていうぐらい。それでは続いて、やっぱりリクライニングどれぐらいがあるのかって気になると思うので、ちょっとリクライニングもね、やっていきたいんですけど、この椅子の右側の方に取っ手があります。この部分を上に持ち上げると椅子の高さの調節で、これを外側に引っ張るとロック解除されてリクライニングすることができます。で、ここまでで、もう一回この引っ張ったところを内側に戻すとこんな感じでロックがかかります。リクライニングをすることができるんですけど、ゲーミングチェアとは違う部分っていうのがあります。どこでしょうか？あんまり気づかんかもしれへんねんけど、正解はこの座面。この座面自体がこう後ろに傾いてくれてるんですよ。だからね、足の位置も自然とこう上がってくれるんですよ。だから足の疲れがめちゃくちゃ取れるし、このリクライニングの心地がいいんです。ほんまにいい。で、私はちょっとこう角度がつくね、リクライニングが好きなんですけど、これそこまでね、そんなに角度はついてないんだけど、ちょうどいいんですよ。あ、不思議。やっぱり座面からさ、こう斜めにこう上がってくれてるから、こう角度はついてないけど、なんかね、ちょうどいいんですよね。腰にも負担かからんし。で、この真ん中部分をくるくるすることができるんですけど、ここね、この後ろ側の硬さを調節することができます。いや、これ今までにないよ、これ最高、マジで最高なんだけどね。すごいいろんな機能があるっていう風に言ったと思うんだけど、なんとね、オプションっていうのもあります。こちらが追加で購入することができるオプションになってるんですけど、こちらデスクになりまして、このね、腕の部分に装着すると、で、こんな感じのテーブルになるんですけど、こちら右側の方がドリンクホルダー、その横がスマホホルダーで、で、下側にね、こうケーブルを入れれるようになっているので充電することも可能。そしてその左側が iPad だったりっていうのを収納することができます。で、この部分がこんな感じで、ノートパソコンですね、ノートパソコンだったりを置くことができて、で、なおかつこんな感じで角度を調節することができます。で、穴も開いてたりするから、こうパソコンが熱くなったりっていうね、心配もありません。で、この右側にね、マウスパッドがついてるっていうのもすごい嬉しいポイントかなって思います。ね、ノートパソコンとかね、持ってる方はいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ニュートラルの新製品のオフィスチェアいかがでしたでしょうか。もうほんまにおすすめです。姿勢を良くしてくれて、仕事にも集中できるし、休みたい時はね、こうしっかり休ませてくれるような、そんなオフィスチェアになってて、フィット感についてはね、今までのオフィスチェアでも一番ちゃうかな、うん、一番ちゃうかなって思うぐらいね、もう腕までね、フィットしてくれて、使い方っていうのも簡単なんですよね。他のオフィスチェアって、こう右側に高さ調節をするノブがついてて、左側にはこの座面を前に出したり後ろにしたりするやつだったり、こうリクライニングをするノブとか、2、3個ついてるんだよね、この調節する部分が。下にいっぱいあるとね、どこで何ができるのか分かんなくなっちゃうんだよね。私もね、3つ4つあるようなオフィスチェア使ってたんやけど、マジで分からん。
これいつも悩むよね。でもこれは一つで高さも変えれるし、リクライニングすることができるし、もたれを出すときはこの後ろの違った場所にあるから、すごいね、分かりやすい、うん、使いやすいなっていうふうにも思いました。なんか何もかもすごい満足感の高いオフィスチェアじゃないかなっていうふうに思います。こちらのオフィスチェアの発売日は8月の24日になります。24日から発売されるので、よかったらね、購入してみてください。ということで、以上、みさきみさでした。じゃあのー。